ということです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は新型 MacBook Air がね、カラフルになってですね、カラフルにこうデザインチェンジしそうということでですね、こちらについてお話ししたいと思います。まあ、前回の動画でね、まあカラフルで、この非常に白いベゼル、まあそういった画面になるというお話ししたんですけども、さらにね、こう詳細情報が出てきた、っていうところとですね、まあ新型 MacBook Pro についても、まあミニ LED にこう対応するんじゃないかっていうね、こう具体的な話が出てきましたので、しかもなんか日本のね、こう会社が受注したんじゃないかっていうことなので、まあこちらもね、ちょっとお話ししたいかなと思います。こちらのチャンネルでアップ製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、まあぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。で、またいつもご覧になっている方の、まあ今ね、やっぱ 15% ほどのね、登録になっておりますので、まあいつもまだ見てくれてるんだけども、登録してなかったみたいな方とか、ぜひね、これを機会にぜひチャンネル登録してもらえればと思います。あとまあ通知ベルもオンにするとですね、一番右の通知ベルもオンにすると最新情報がね、こう届きやすくなりますので、こちらはもうまだ登録者の 9% ほどですかね。なので、まあぜひこう通知ベルオンにしてね、ぜひこういったね、新しい情報を見逃さないようにね、してもらえればと思います。あとツイッターも日々ね、こちらタイムリーにね、まあ、YouTube で言ってないこととかも投稿してますので、こちらもフォローお願いいたします。で、今回はですね、ジョン・プロッサーさんっていうね、まあ、アップルの、まあ、リーク情報を持ってくるリーカーの方ですね。まあ、いわゆる発表前のね、まあ、新製品の情報とか持ってきてくれる方なんですけども、まあ、そういった方がいるんですけども、まあ、彼の信憑性、まあ、割と、まあ、あったりはすると思うんですけどね。まあ、例えば今年の、まあ、発表会、3月の発表会とかは思いっきりこう外しちゃったりね、しちゃいましたが、まあ、僕もそう思ってたんですけどね。ただ、まあ、カラフルな、例えば iMac が登場するんじゃないか、だったりですね、最初に出してきたのは、彼だったりしますし、あとはまあ、その AirTag のね、レンダリング画像とか、まあリークとかあったんですけども、今見てみるとこれ結構まあ当たってたりしたんで、まあ今回も可能性はね、まあ高いんじゃないかなと、MacBook Air に関しても思っておりますと、はい、まあ大体 78% ぐらいのね的中率と言われておりますので、まあ Apple ねトラックっていうサイトで、これ見れたりするんですけどね、過去のこのリーク情報が的中してたかどうかっていうのはね、ジョン・プロッサーさんのね YouTube チャンネルがあるんですよね、FPT っていうねフロントページテックっていうねものからですね、まあ新型 MacBook Air のデザインがね、まあこういう感じになるんじゃないかっていうのが出てきてますので、まあそちらをね、ちょっと共有したいかなと思っておりますと。はい。で、それが、こちらですね、ブルーモデルで、まあキーボードが白くなって、まあ画面周りの縁ですね。まあこれベゼルとか、一般的に言われたりするんですけども、こちらも、白くなってますと。はい。まあこう見たらね、僕も意外とね、いい感じというか、いいデザインな感じがしてきたのをね、まあどうしてなのかなと思ったんですけども、まあやっぱ iMac とかね、まあ登場して見慣れてきたからなのか、まあちょっと白いところがね、オフホワイトというかちょっと暗めなデザインになっているので、まあチープさがちょっとね、少なくなってるっていう感じで、で、ちなみに今の MacBook Air はですね、まあパソコンの本体自体がまあ徐々にこう薄くなっていくデザインがまあ特徴になっておりまして、まあ画面周りのね、まあベゼルっていうのはまあもちろん黒色で、レティナディスプレイっていうものがね、搭載になっておりますと。で、もちろんキーボードもね、黒色で、まあやっぱり黒色をね、全体的にやっぱ基調としているので、まあ結構締まってる感じというか、まあ高級感ある、ちょっときちんとしたね、こう印象を受けますよね。まあそしてアルミボディで、まあ結構サラサラしたね、肌触りっていうのがね、特徴でですね、まあカラーバリエーションとしては、まあ現在おなじみの、まあシルバーとか、まあスペースグレーとか、まあゴールド、まあこの3色展開、なっておりますと。で、今の形のこの MacBook Air っていうのは2018年の、11月に新しくこう登場したものなんですけども、まあデザイン的には MacBook Pro にやっぱこう似せたようになっているので、まあ、悪く言えば本当パッと見た感じはね、Air も Pro もそんな見た目の違いっていうのはないんですよね。まあ、ないので、まあカラフルにやっぱ仮にね、こうなるとすると非常にこう違いが Air と Pro で分かりやすくなるっていうのと、まあ新しい例えばチップですね、まあ M2 とかになりそうなんですけども、まあ要するにやっぱ Apple Silicon のやっぱ宣伝なんですよね。まあ、Apple の今目的としていることはこの移行をね、やっぱスムーズにするっていうことなので、まあ確かにそれを考えるとありえそうだなって思ったりはしております。で、今回出てきた、まあ、MacBook Air の、まあ、コンセプトなんですけども、コンセプトが、こちらですね。はい。まあ、これはブルーになるんですけども、色としては。まあ非常にこう優しい色合いで、まあ iMac のね、2021年モデル、まあ今年出たモデルに、まあ非常にこう近いものになってる、なっておりますね。まあ例えばこの iPad Air 4のね、こう色使いというか、まあそういったものに近いので、この iMac の24インチと、まあ同様にですね、まあエントリーモデルですね。こういった、まあ安い価格帯のものはですね、
まあ、女性とかやっぱ若い人に向けたカラフルなこうラインナップになっていきそうっていうところですね。はい。もう完全にやっぱね、なんか iPad Air 4と同じようなね、こうカラフルなラインナップになりそうなので、まあこれはやっぱ色を揃えてね、やっぱ買いたくなるようなというか、これ Apple の戦略なのかなって思ったりしました。はい。やっぱすごいね、買わせようとしてくるよね、これ。うん。まあ、この流れだとですね、Apple Watch、例えば SE とかもなんかカラフルになっていくのかなとかな、エントリーモデルのね、ものはなんかそういったものに揃えるようになってくるのかなと思ったりは、個人的にはしましたね。はい。で、こちら、おそらくシルバーモデルなんですけども、まあ、この色使いであればですね、まあ、白いキーボードと結構白いベゼルとか合ってるなっていう感じはしまして、まあ、iMac とかもね、実はこうシルバーモデルとかあって、まあ、代わり映えはね、まあ、そんなしないんですけど、まあ、シンプルなものとかね、まあ、好きな方とか、まあ、ミニマリストとかにはね、まあ、僕もミニマリストになりたいんですけども、そういった方にはいいんじゃないかなと思いますと。はい。で、あとはこのピンクなのか、ちょっとま、ローズゴールドなのか、わかんないんですけども、まあ、白いベゼルは結構明るいね、白色だとね、ちょっとなんかチープさというか、安っぽさがやっぱ出てきちゃうなっていう感じするので、なんか僕はあんまりねそんな好きじゃないんですけども、まあ女性の方とかはね、まあこういった方がいいのかなとは思ったりもしたんですけど、まあやっぱどっちかっていうとちょっとねオフホワイトというか、まあちょっと黒めな白色の方がまあマッチするというかね、まあ自然な感じはするなと思いました。でまたこれね、続いてはこれグリーンなんですけども、これ結構ねいいなって思っちゃいましたね。うん、まあ確かに他のアップル製品とこう合わせてね使いたいような色使いになってるなっていうことで。まあ、例えば iPad Air 4のね、このグリーンとか合わせたりとかですね。はい。まあ、僕はツイートもね、こう、ツイッターでしたりもしたんですけども、iPhone、まあ、12の例えばこう、グリーンとか、まあ、iMac とか、そういった、まあ、それのグリーンとかに近いですね、淡い本当緑色っていうかね。まあ、これちょっとね、優しい感じで、これ結構楽しみだなと思いました。はい。というわけで、新型 MacBook Air はですね、まあ、こんな感じにカラフルにね、なりそうっていう感じで、ラインナップになりそうだなって、まあ、これまでやっぱ出てきた製品とか、見てもですね、非常にこう、なんか統一感あるかなと思って、いいなと思いました。ということで、いろんなこうね、画像をご覧いただいてですね、分かっていただいた通りですね、新型 MacBook Air は、とにかくやっぱね、厚みですね、厚さが非常にこう薄くなるっていうね、なりそうですね。まあこれ非常に嬉しい感じで、まあ今回の画像では端子に関してはですね、まあ USB-C が一応両側に一つずつっていうものになっております。はい。まあ今の Air はまあ左側に二つっていうね、形になっているんですけども、で一応本体の厚さ自体は、まあギリギリ本当かろうじて USB-C の端子がね、収まるぐらいになっておりますと。はい。まあこれは完全にやっぱ新しい M2 チップかね、まあ M1X チップか、まあどういったものが搭載かわかんないんですけども、まあやっぱそういったやっぱチップのね、Apple Silicon のチップの非常に恩恵が大きいということで、やっぱ電力効率よく発熱ね、やっぱ少なくですね、やっぱ高性能にまあできるということで、こうやって薄さが実現できると。いう感じですね。はい。で、そして、やっぱ iMac のね、まあ、2021年モデルも M1 チップが搭載されたことで、やっぱ 11.5mm っていうね、非常に薄いっていう薄さで、デザインチェンジされているので、まあ、横から見ると、まあ、iPad Pro みたいなね、ほんと感じになってますからね。で、そして、底面ですね、新型 MacBook Air の、まあ、反対側というか、底の部分はですね、垂直に、まあ、2つの棒がこうあるような、こうデザインになってるんですよ。まあ、おそらく、まあ、滑り止めっていうことだと思うんですけども、まあ、どうなんですかね、これなんか安定しそうな気はするけど、なんかデザイン的にはどうなのかっていう感じはしましたけど、まあ、今のモデルは一応4つの黒い点がね、こう四方に点が、滑り止めがついているっていうね、デザインなんですけども、まあ、さらにこうシンプルにしたいってことなんでしょうかね。はい。まあ、個人的にはまあ、僕はモフと装着してスタンド立てて使ってるんで、まあ、あんま関係ないんですけども、まあ、ちなみにね、このパソコンスタンドっていうのはね、ほんと全人類というか、ほんとマジで使った方がいいと思います。全員使った方がいいです、これ。もうこれないとね、もう僕タイピングできないんですよね。角度ないとほんと気持ち悪いというか、タイピングするとき気持ち悪いレベルなんですよね、もう。はい。まあ、とりあえずね、もうおすすめとしてはこのモフトつけておけば、大丈夫だと思います。まあ、コスパを考えるとね、まあ、いろいろ僕もいろいろ使ったりね、してみたんですけども、非常にモフトね、持ち運んだりするのであれば、お値段もね、お手軽で最強かなって思います。ということで、概要欄貼っておきますので、どうぞご覧ください。はい。で、話戻ってですね、またキーボードも、今回変わってですね、黒色からもちろん白色になったっていうのは、もちろんなんですけども、一番上の、ファンクションキーですね。がフルサイズの、まあ、キーと同じ大きさになってるんですよね。まあ、地味にね、今のモデルと小さくてね、結構押しづらかったりするので、非常に嬉しいかなと。こういうところですね。まあ、そして、タッチ ID の部分とかも iMac、2021年のキーボードと、まあ、同じようなものが採用されるのかなっていう感じですね。まあ、丸い円がついてる。まあ、ただ、ファンクションキーがやっぱ大きくなったってことで、やっぱその分、スペースね、取ってるんで、その分、やっぱ下のこうトラックパッドがですね、ちょっと小さくなるかもっていうことですね。まあ、ここはちょっと、ま、使い勝手にね、そんな影響が出ない範囲で、ま、小さくしてくるとは思うんですけども、まあ、ちょっと気になる点ではありますと。はい。で、一番の、まあ、デザイン的な大きな変化がですね、カラーバリエーションは、これもちろんなんですけども、フラットで非常に平らなデザインになっておりますと。
まあ今のあの MacBook Air の形は、まあジョブズが、いた頃からあるね、こう象徴的なね、要するに先の方がこう細くなっていくようなデザインなんですけども、まあ封筒から、まあその時本当にね、あの封筒から当時はこう、めちゃめちゃ超薄型のね、パソコンを出してくるジョブズがね、こうドヤ顔でね、封筒から出してくるっていうね、非常に有名な演出があったんですけども、まあついにそこから変化するんじゃないかっていうことですね。まあ完全にやっぱ平らで、あとフラットな感じですよね、形になるので、まあまな板というかね、本当 iPad Pro のデザインがこう下にくっつくみたいな感じになるんじゃないかと思いますね。で、エアも結構あの底とかはね、膨らんだりね、してるので、まあ意外とこう厚さとか感じるんですよね、持つと。まあ意外と重かったりするし、他のやっぱパソコンとかと比べると、まあ一番厚い部分はやっぱりあの MacBook Pro よりもね厚みがあったりするんで、やっぱり超薄型軽量になって、まあできればね昔の12インチとかにね近づいてくれれば非常に嬉しいなと思います。まあ1キロとか切ってくれるとね、うん。ただ逆にちょっと iPad Pro とか売れなくなりそうだけど大丈夫かなっていうね、なんか逆に心配になりそうなんですけども、ということで皆さんはねこの新型 MacBook Air ね、デザインとかどう思いますか。まあ欲しいですかとか、まあコメントちょっとね気軽にいただければと思います。では、ね、この新型 MacBook Air の発売日、ちょっとこれ気になりますよね。まあ、いつ頃になりそうなのか。まあ、大きくパターンとしては、今のところ、2つかなっていうところなんですけども、まず1つ目としては、2022年、来年の発売っていうところと、2つ目としては2021年、今年のまあ後半に出るんじゃないかっていうパターンですね。まあ、今のところはこの2つかなっていうところで、まあ、投資家に近い、リーカーのミンチコーさんとかですね、まあ、台湾のデジタイムズとかはですね、2022年にやっぱ発表、まあ、発売ではないかというふうに報じてるんですけども、まあ一方で、ブルームバーグのマーク・ガーマン、記者はですね、まあ早ければ2021年の後半に登場もあり得る。後半、まあ今年の後半ですね。まあ発表もあるんじゃないかということですが、ただ22年ですね、まあ来年の可能性もあるんじゃないかって、まあちょっと濁してる感じではありますと。まあ個人的には、まああり得そうなのはやっぱ2022年の、まあ例えば3月とか、まあそのあたりの発表会で、出るんじゃないかっていう、濃厚型、濃厚なんじゃないかなと思っておりますと。まあ2021年の仮にね、まあ後半だとすると、まあ結局のところは、まあ次のね、MacBook Pro ですね。まあ新型のモデル、まあそっちの登場次第かなっていうところなんですよね。まあというのもやっぱ新しいこの M2 チップとか、まあ MX かわからないんですけども、まあ、プロモデルに搭載が、まあ、まず、まあ、そっちが先に来ると思うので、まあ、一番近くだと、例えば、その、まあ、6月の WWDC とか、まあ、決まってるんであるかもしれないんですけども、まあ、iPad Pro のやっぱね、登場のこの非常に遅れとか見てるとですね、やっぱチップの供給とか、非常に遅れてるので、世界的に、まあ、確率としては非常に低いんじゃないかなと思ってます。まあ、なんで、あるとしたら今年の秋ですね、まあ、プロモデルは10月とか11月あたりに発表が、まあ、現実的なんじゃないかなと思ってますね。まあ、そして iPad Pro にはね、まあ、あの、ミニ LED がね、搭載されたんですけども、まあ綺麗な画面ですね。で、MacBook Pro にもこちらが来そうという情報が出てきましたと、はい。これはあの去年からもちろん言われてたりはしたんですが、台湾メディアのデジタイムズ、こちらによりますと、どうやら日本企業のですね、日夜化学工業が16インチおよび 17.3 インチ向けの、まあ、パソコンのね。向けの、まあ、なんかミニ LED にね、受注ですね。まあ、おそらくこれバックライトだと思うんですけども、と報じておりまして、まあ、厳密に言えばその Apple が受注したっていうふうにね、報じられたわけじゃないんですけども、おそらくこれ Apple だっていうことで、16インチのパソコンってね、代表的なものほとんどもうないんですよね。まあ、ないので、これ多分おそらく Apple だろうということで、はい。で、ちなみにこの日夜化学工業という会社、あんま、聞き慣れない方、多いと思うんですが、これ徳島県のね、結構大きな会社なんですけども、はい、ちなみに僕は徳島県出身なんですよね。はい、まあ、言ってなかったと思うんですけども、というかこれね、日夜化学工業の実家も結構近くに、あったりするんで、めちゃめちゃあの地元で有名な会社ですね。はい、田舎にですね、もうクソでかいというか、まあ、なんかテスラの工場というか、ね、要塞みたいな工場がですね、バーンってあるんですよ。で、そびえ立ってて、なんか中でガンダムとかなんか動いてんじゃないかみたいな。ね、エヴァンゲリオンとか入ってるような、そういう感じのね、工場がね、こうポンポンポンってなんかいくつかあって、まあもともと、まあ青色のLED の開発とかで、めちゃめちゃね、儲けた、有名になった会社なんですけども、まあ売上確かね、今3000億円ぐらいとか、まあ田舎にある会社なんでめちゃめちゃでかいんですけども、まあただもちろん上場とかね、まああえてこうしてなかったりするので、まあ多分そんなに知名度はないと思うんですよ。普通の人は知らないと思うんですけども。といったことで、まあ16インチの方にですね、やっぱ MacBook Pro、まあ Retina XDR ディスプレイ、これ搭載ミニ LED がね、これあるんじゃないかっていうことですね。ありそう。はい。ただちょっとね、値段もね、なかなか上がりそうな気はしますけどね。やっぱディスプレイがでかいんで、
iPad Pro とかとね、まだ比べると。ただちょっとね、これ嫌な予感がしたのが、14インチはじゃあミニ LED ないのかなってね、ちょっと感じちゃったんですよね。まあ、プロモデルはせめてね、ちょっと乗せてほしいとは思うんですけども、まあ、iPad Pro はやっぱ11インチと 12.9 インチね、の方でやっぱ違いがね、12.9 インチだけ、ミニ LED 搭載っていうことだったので、まあ、ちょっとありえそうっちゃありえそうなんですけども、まあ、ここについてまたね、ちょっと今後どうなるかね、追っていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録して、ね、お待ちいただければと思います。うん、まあ僕はね、一応個人的にはプロの14インチの方をね、まあやっぱ持ち運びね、したいんで、軽い方を狙ってるんですけども、まあ狙ってるのでね、まあちょっと発表されたらちょっと即買いしたいかなっていう感じではあります。まあその前にね、やっぱ iPad Pro、まあ予約してくるので、まあそちらが楽しみではあります。ということでこちらの動画少しでもね、役に立ったなと思った方はぜひ、高評価だったりですね、チャンネル登録、通知ボタンもね、オンにしてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。